チームの中で唯一全試合出場、全試合スターター起用の栗原からホーキンソンへ。ミスマッチになってますね。そうですね、ミスマッチをついていきたい信州ですが、フックショット。うまかったですね。ファーストバスケット。良くないっていう原因はそれなのかなというふうに思いますけども。ホーキンソン。来ました。結局このミスマッチで得点が取られてしまっているので、はい、でファウルをもらったりですとか、まあ、うまくあのベテランの味を出してますよね。モズリーに渡った。いいですね。モズリー初得点。これもスイッチしますよね。前田モズリー。モズリーに対して2人。いいですね。ホーキンソン入ってきた。ホーキンソン今日ここまで全ての得点です。栗原、マクヘンリー、ね、そして。ホーキンソンへ。ミスマッチになるとやっぱどうしてもこれが、そしてウィークサイドに振ってレイアップ落ちる。リバウンドマクンリー。モータムです。モータムに対して前田2人行く、ね、仕掛けるディフェンスでした。三井、そしてホーキンソン。ここは素晴らしいパス交換でした。ホーキンソン10点目。ロン選手とかモータム選手とかがこう活躍し始めて中を守らなければいけない、はい、その時に外が来るともう手がつけられなくなるかなと思いますね、はい、ホーキンソンの3です。いいですね、シュート入ってますね。スリーポイントシューターのサイモン匠、ルーキーです。早いですね、自分で運ぶスピードがある。ミスマッチできてますね。モズリーへ。モズリーに対して2人、そのダブルチームをかいくぐっていきました。上、そうですね、ここでの1対1が先ほどから多くなってますよね、寺園選手もそうですけども。そしてモータム、いいブロックですね。ホーキンソンのブロックです。いいディフェンスをしましたね。ここは戻りました。おっと、ここはポジション2回続けてオフェンスを抑えた。ファールもらった。エンドワンというふうになってしまえばもうファールをしてしっかりと止めるか、まあ、今のもちょっと危ないファールではあったと思うんですね。腕、はい、岡田です。岡田に対して2人、そしてマケンリー、連続シュート、連続ゴール。開いた、これは来ない。弾いて岡田、再び2試合欠場の岡田ですが、来ました、スリーポイント。岡田優太、三井、岡田入ってきた、ね、このステップがあります。前田選手よく見てましたけどね。再びさあどういう攻撃をしてくるか、ね、今度も中入れた。ホーキンソン同じところ、ね、そうですね、橋本がボールを運びます。そうですね、スイッチしましたね。モータム、ここは三井と、モータム、ね、三井のディフェンスです。三井手を出していった、前田が決めました。三井ですね、いいディフェンスしましたね。前田対中野、ミスマッチできてますね。スイッチする北海道、ダブルチーム、ここダブルチーム、そしてウィークサイドの栗原ルイス来た。これが入ってくると信州としては得点が伸びてくるかなと思いますね。岡田のテクニック運んできて、いいですね、ホーキンソンへ。秋野が打ちます。来ました、来ましたね。秋野のスリーポイントがようやく来ました。ボールをもらう前の動きはすごくうまかったですね。スクリーンを使うと見せかけて反対の方に動いてきましたし、岡田が運んで、うまいですね、エンドワンです。バスケットカウントにかかりました。再三あれ入れてましたからね、そうですね、これいきますよ、いきますよ。マケンリーファールもらった、エンドワン、大きなプレーが出ました。バスケットカウント、タイムアウト系のオフェンスであったんですが、行きましたね。岡田運ぶ、これです、ファールもらった、エンドワン、うまいですね。このリバウンド北海道取りたい。あった、マクヘンリーでした。セカンドチャンス取りましたね。松下、モータムへ、ミスマッチできてますね。ターンアラウンドショット、ブロック、ホーキンソンのブロックです。そして7、またブロック、またブロック2本目です。ホーキンソン2本続けてですね。そして三井、マクエンリー、前田の3来ない。もう一度オフェンスリバウンドを沈めてきました。岡田が持っている、そしてホーキンソンへ、あっと落とした、自分で
こう追いつかれてしまう可能性も出てきますよね。橋本が2桁11得点です。岡田がボールを持っている。岡田アタック来た、前ですよね。やっぱりそのステップで栗原へ、そしてホーキンソン、これファウルできないですからね。そうですね、空いた岡田スリーを打っていきます。来ました、これは効果的なスリーポイントが来た。岡田ここは時間を使う。1対1、1対1ですね、1対1ですね。スリーもう一度2本目来るか、2本目来た。今もうホーキンソン選手に来るなっていう指示を出してましたよね。